デヤング美術館でのルスモーキングの展示ルスモーキングはフランスの著名なファッションデザイナーブランドであるイブ・サンローランによって1966年に発表された女性のためのタキシードスタイルであるこのスタイルを発表したコレクションはファッション界大衆文化の両方で大きな注目を集めたが当初の反応はその多くが否定的なものであったサンローランの目論みは女性を あたかも男性のように着飾らせることであった。また、その結果として女性が男性が身につけるのと同じものを着られるようにすることであった。このコレクションにおけるサンローランの着想元は男性のスーツだけでなく女性服のやり方とそれを組み合わせたものである。コレクションではすべてのモデルたちがこのタキシードを身につけたが、それらはより女性服的な色合いで、なおかつシルエットも 女性服的なタイトな形に仕上げられて、一般的な男性用のタキシードとは差別化が図られていた。現在ではこのスタイルは、ミニマリストスタイルの先駆けであり、なおかつ、今日パワースーツとパンツスーツが象徴するような女性の、両性的なスタイルの先駆けであると考えられている。このスタイルを映したファッション写真は、サンリウランの考えを強く反映したものになっている。 ヘルムート・ニュートンによって撮影された写真では、撫でつけられた黒髪で、男性的な三つ揃いのスーツを身にまとったモデルが写されている。今日では、サンドーランは、それまでは男性のみが身にまとうものとされていた衣装を、女性でも身につけることができるのだということを広く、示した功労者であるとみなされている。21世紀に至っても、このスタイルは、ファッションデザイナーたちに、 大きな影響を与え続けている。また、中性的、良性的なスタイルの代表的なスタイルとしても、一般に知られている。A.B. アレクサンドル、ヒラリー、スモークウィズアウトファイア、ザ・テレグラフ、アーカイブド・フェブラリ13、2010、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、メンケス、スー・ジー、エイ・トースト・ツー、イブ・フォー、ル・スモーキング、ザ・インターナショナル・トリビューン、アーカイブド・フェブラリ19、 2006アットザウェーバックマシンパリアナーズザタキシードイブストリートローランエスファッションフェイバリットエージェンスフランスプレッセアーカイブドディセンバー21 2005アットザウェーバックマシンレスモーキングデーズドデジタルアーカイブドフロムザオリジナルオンフェブラリー7 2009ありがとうございます